Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんに役立つ情報を、ベイの Wi-Fi 情報局。はい、こんにちは、ベイです。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなった Wi-Fi について本日もお話ししていきます。今回は総務省の電気通信事故の資料の概要についてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日通信障害が発生したドナトキの Wi-Fi、 そのまま使い放題を廃止し、毎月 25GB 制限に強制プラン変更。ついに総務省からの行政指導が入り、8月24日無制限プランの廃止が決定した。その他にも無制限使い放題って言ってる32社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。今回は総務省の電気通信事故の資料の概要。国ってやっぱりすげえ。ということで Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1. 総務省の電気通信事故の資料の概要。 2. みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん& YouTube まとめ。それでは行ってみましょう。 1. 総務省の電気通信事故の資料の概要。以前アップした動画のコメント欄にて野良太郎さんから Wi-Fi 情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。株式会社グッドラックのホームページに9月8日の情報の中にモバイルコネクトという会社が出てきた。なかなか興味深いかも。モバイルコネクトはクラウド Wi-Fi の会社みたい。結局ここが低速の SIM がわからんかったということか。あと SIM 調達が無理ということだったという話かな。社長が金幸運だって。中国か韓国かなとのこと。グッドラックのホームページに9月8日の情報があるの？全然ノーマークでした。見てみたいと思います。世の中をもっと高速に、もっと快適に、グッドラック。ニュースリリースの2020年8月8日に、総務省による電気通信事故に関する検証報告の公表についてという文書が公開されていました。見てみましょう。ドン。弊社よりドナトキの Wi-Fi をご愛顧いただき誠にありがとうございます。果実、総務省当社ドナトキの Wi-Fi の卸元である金松コミュニケーションズ社およびモバイルコネクト社とともに、2020年2月から3月にかけて発生した通信障害に関する電気通信事故検証会議を行い、事故の原因等について9月4日に総務省より公表されております。公表されている内容について弊社に多くの問い合わせをいただいておりますため、下記の通り補足説明させていただきますとのこと。ん？事故の原因等について9月4日に総務省より公表されておりますってありますね。そんな公表あったんですね。最近ツイッターの調子が悪いのか全然情報を拾えていませんでした。この文章は9月4日の総務省からの公表の補足説明用の資料なんですね。じゃあ先に総務省の資料を見ないとダメですね。ドン。令和2年9月4日総務省報道資料。令和元年度電気通信事故に関する検証報告及び電気通信サービスの事故発生状況（令和元年度）の公表。総務省では電気通信事業法昭和59年法律第86号の規定に基づき、電気通信事業者から一定規模以上の電気通信事故について報告を求めています。また電気通信事故の再発防止に寄与することを目的として、専門的な観点から第三者に検証いただく電気通信事故検証会議を平成27年度から開催しています。この度令和元年度に発生した電気通信事故の発生状況を取りまとめるとともに、その検証結果などについて電気通信事故検証会議において、令和元年度電気通信事故に関する検証報告として取りまとめられましたので公表しますとのこと。要するに年一でやべえ障害を起こしたやつはちゃんとまとめておきますってことですね。どんな時の Wi-Fi へのワンマンの公表ではないんですね。こんなワーストランキングが数年前から開催されていたとは、逆に数年前まではやってなかったんですね。そう考えると通信業界ってやっぱりまだまだ若い業種なんだと実感しますね。次ドン。1. 公表資料。令和元年度電気通信事故に関する検証報告別点 1PDF および概要別点 2PDF 電気通信サービスの事故発生状況令和元年度別点 3PDF とのこと。うんうん、資料は3つなんですね。と、1つ目の令和元年度電気通信事故に関する検証報告を開いてみましたが、驚異のボリューム152ページ。もうさすが国ガチっすね。やっぱ国って頭いいんですね。これを解読してたら来年の電気通信事故に関する検証報告に
間に合わないかもしれないのでスルーいたします。2つ目の概要を言ってみましょう。こちらはパワポ形式で10ページ。ああパワポで10ページならなんとかなりそうと思いきや、ドン、さすが国、パワポ形式なだけであってギッチギチな内容。これスライドで写しても2列目の人はもう見えないやつ。でもここにちゃんと記載がありますね。第1章令和元年度検証案件の概要の3、重大な事故などの発生状況に我らのグッドラックの文字が。ちょっと一回深追いはせず表面をなぞっていきます。3つ目の資料、電気通信サービスの事故発生状況令和元年度は全27ページの状況報告書って感じですね。この状況をもとに1つ目の検証報告書が作られた感じという3資料ですね。これで資料の概要は分かったと思うので、あとはご自由にお読みくださいと丸投げしたい。いや、ちゃんと見ていきますよ。まあ中身は次回以降の動画で入っていきたいと思います。毎日動画投稿的にはこれは大ボリュームすぎて、アウトラインをなぞるだけでもうね、すごいインパクトだからさ。次ドン2、電気通信事故検証会議の開催状況。 URL https とのこと。資料を作るための会議の記録ですね。冒頭で言ったどんな時 Wi-Fi と総務省となんとかとっていうみんなでやった会議もここに記録されてるはず。平成27年度から年に6回から7回くらい開催されているようです。試しに令和元年度の電気通信事故検証会議第4回の議事要旨を開いてみると、1、日時、令和元年11月27日水曜日17時58分から19時45分。2、場所、総務省11階、11階会議室と、分単位できっちり記載されておりますね。場所も書いてあるから、ね、総務省の11階あそこかってわかりますね。だからなんだって話だけどね。これがホームページ上に公開されてて、誰でも見れるってすごいことですよね。きっちりしてる。ということで今回はここまでにいたします。今回のまとめ、総務省が9月4日年一でやってる電気通信事故に関する検証報告を公開、どんな時 Wi-Fi の運営会社グッドラックも今回堂々のエントリー。たださすが国の圧倒的なクオリティとボリュームの資料、毎日動画投稿 YouTuber ベイの裁ける仕事量的にアウトラインを抑えて本日は終了。どんな時の Wi-Fi 代替案で注釈すらちゃんと付けられていない意味不明な文章で頭痛くなったと思ったら、国の一流企業かそれ以上の圧巻なクオリティの資料で別の意味で頭痛いですね。この振り幅何よ。同じ YouTube チャンネルなのにアップダウンが激しすぎ。取り上げる資料の Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役立つ情報を届けられるように頑張っていきたいと思います。2、みんなの Wi-Fi 状況、Twitter& ごちゃん&も、YouTube まとめ。Wi-Fi の状況を正しく掴むには、お金をもらって宣伝している YouTuber や BotSuite の情報ではなく、何の利害関係もなく情報発信している一般ユーザー。みんなの Wi-Fi 状況をさらっとまとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいのでお気をつけよう。情報源は Twitter とごちゃんと YouTube コメント欄。情報源によって情報の質って全然違いますよね。それでは行ってみましょう。まずはツイッタードン。電源オンオフしてたら少しマシに。リセット繰り返したからか、時間を置いて速度が上がっただけだったのかは不明。しかし使えない WiMAX からさらに使えんどんな時 Wi-Fi からさらにさらに使えんザ Wi-Fi 過去現在と、またまた不具合の連鎖。今度こそ中立の口コミと信用したレビューがまたフェイク。日曜日だけどさ、この時間にこの速度はないだろう。ザ Wi-Fi。どんな時 Wi-Fi 無制限終了。やっぱな。だいぶ前にまともに繋がらなくって契約解除して当然使えないんだから違約金は払えませんよで済んだけど、今はスター Wi-Fi でだいたい 100GB で制限だけど不満なく使えてる。長距離トラックにて使うモバイル Wi-Fi を検討中。現在どんな時も Wi-Fi ですが、プラン変更メールが来たので9月いっぱいで解約。次どこの Wi-Fi にするか悩み中。1、桜 Wi-Fi。 2、Wi-Fi O。 3、WiMAX。 みんなどこ使ってる？モバイル Wi-Fi、桜 Wi-Fi、 Wi-Fi O、 WiMAX。
長距離トラック、運転手、トラック。どうなってもいいからよ。ソフトバンクエアの回線力強くしてくれや。まだ Wi-Fi 死んでる。ソフトバンクエアしっかりしてくれ。現場からは以上です。ソフトバンクエア、いつも繋がらないって話しか聞かないような気がする。続いて以前アップした動画のコメント欄から抜粋。いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン。サゲオギさんからいつも情報ありがとうございます。ドンファイ朝から端末エラーで再起動したら通信制限がかかっているSIMに繋がること数回。その後は KDDI 職場付近圏外ばかりの回線ガチャでした。ドンファイがソフトバンクに契約切られたかと思いました。野良太郎さんからどんな時 Wi-Fi のホームページいつ変わるのかな、もしくはなくなるのか楽しみ。 T 田村さんから自分も特別データ放題プラン A だったのですが、この動画のおかげで電話で問い合わせ手続きができました。メール来てなくて泣き寝入り知らないの方もかなりいると思います。恐ろしい会社です。本当にありがとうございました。ボーカロイドウーロン茶さんから Wi-Fi に全移動する意味がわからん。固定回線と WiMAX でこと足りると思うんだが。戦闘力マイナス53万さんからモバイル Wi-Fi 業界の 100GB 変更祭りはまだまだ終わらない。無制限の時と同じで、どっかが 100GB にしたらどこもかしこも同じようなことしてますよね。ギース SA さんから4歳娘が熱出しました。看病しながらコメントしてます。動画は明日見ますね。 365Wi-Fi がキャッシュバックキャンペーンやってますよ。端末保証とかのオプションつけることが条件。何ヶ月オプションつける必要があるのか不明なのでお得度も不明。松下ポンズさんからこの間どんな時の Wi-Fi 解約完了しました。端末変装も着払いでできました。ベイさんの動画を見て富士 Wi-Fi の 100GB に変えました。安定していていい感じです。ベイさんありがとうございます。現場からは以上です。どんな時の Wi-Fi から富士 Wi-Fi への乗り換えをベイムーブと言います。続いてごちゃんのどんな時の Wi-Fi スレッドから抜粋。ドン。端末返却しても壊れてますとか言われて1万8000円取られるから気をつけろよ。つまり返そうが返す前が1万8000円取られる。25組は漏れなく全員1万8000円の請求来そうで怖いな。何回切れるんだよ。しかも再接続遅いし、これで金取る気かよ。誰かコールセンターに電話する機会があったら、どうして深夜から早朝の時間帯に回線切断再起動が頻発するのか理由を聞いてほしいな。こういう完全に他力本願な人見ると少しイラッとする。もしこれを聞くためのだけに何人もの人がコールセンターに電話するとどうなるかはわからないかな。まあ一度でもつながるまで電話したことある人ならこれの意味がよくわかると思うけどね。だから何かのついでにってことなんだぞ。もう畳むサービスなんだし、行ったとこで改善するわけないし、嫌なら早く解約しろってスタンスでしょ。だよな、嫌なら他行けって感じが伝わってくる。お前らガタガタ文句言ってないでとっとと解約しろよ。代替サービスにも移行してもらいたいのに、それは考えにくくないか。競合他社はたくさんあるのに、あえて行政主導食らうようなとこと契約しなくてもいいんでね。春からのゴタゴタで社員も大量に辞めて業務継続が難しいのだろうと予測。代替サービスは移行先を提案しとけば無制限組に1万払わなくてもいいと考えたからだと思う。電話かかってきた。代替プランに移行する気はないよ。10月末まで使ってやめるよ。もう Wi-Fi はお使いにならないということですか。どうするか決めてないけど代替プランは使わないよ。では解約手続きお願いしますね。10月末で自動で解約になるんじゃないんでしたっけ。いえ、解約手続きしていただいています。最後まででも手続き必要なんですね。わかりました、よろしくお願いよろしくお願いいたします。電話して代替か解約かの意思確認をするだけで内容はよくわかってないんだと思う。自分から解約させれば責任ないけど、自動解約だとグッドラッカーの責任になるから、どうするにせよ解約判断させたいんでしょう。わからんけど解約5年続けて10月末まで粘れば25ギガ組と同じサービスつけて放り出す可能性もピレゾンあるよな。面倒だからキャッシュバックだけで俺は折れたが。電話してくるのはこれ非正規の
派遣かアルバイトか下請けとかだろうね。クレームのサンドバッグ要因で親会社はノーダメージとかげの尻尾切り。代替サービスに本気で移行してもらいたいと思ってるならあんなの用意しないよ。要は早く解約してくださいってことだろ。現場からは以上です。にゃんちゅうのくだりが自分的に超面白かったわ。この情報を聞いて注意しつつ、また私はいい方なのかもってご利用ください。被害に遭ってる方はあなた一人じゃないから一緒に頑張りましょう。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。総務省の資料を読むと尊敬の念をすごく感じてしまいますね。物事を理論立てて忠実に分かりやすく説明するっていう美学にすごい労力と時間がかかってるんだろうなぁと。少しでも分かりやすく説明できるように頑張らねばと思いますね。ということでいつも高評価、ご視聴、コメントありがとうございます。あとチャンネル登録、メンバーシップ登録もありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き Wi-Fi 業界の動向を観察考察し、情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、応援してくれる方はメンバーシップ、あと Wi-Fi 情報だったり、今日のご飯だったり、最後まで見たよとだけでもコメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。あと音楽もやっているので、音楽に興味がある方は概要欄の URL をチェック。ではでは、今日もいい日になりますように、ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと前の動画から、しれっと VTuber 要素を取り込んでみたんですが、どうなんでしょうかね。イケメンは目に優しいはず。せっかくソフトを買ったのに最近使ってなかったしね。昔弾き語り配信していた頃を使ってたやつなんですよ。その再利用です。遊びで声を女の子に変えて女の子になったりしてました。